せーの、こぶしファクトリーです。今からこぶしファクトリーライブ2020ザ・ファイナルリングのグッズ紹介をしますやったー、はい、まず一つ目、こちらライブ T シャツです。かわいい、グーちゃん書いてありまして、ここにメンバーからのグーちゃんがいます。かわいい。そして後ろがこちらロゴですね、最後の反抗してあるすごいねこちらのサイズがですね、 M と L、XL ってあるみたいですね。女子もさ、大きいサイズを着たらいい。これが L だそうです。これ L なんだ。これ L なんだ。あ、そうなんだ。私大きいかも。私156センチなんですけど、うん、これでこんぐらいかな、肘上ぐらいまで。これ以上はいらなくない？これ以上は、なんかワンピースとかにしたかった。ワンピースにしたかった。いろんなサイズがあるから、着てほしいですね、これ。はい、そして次いきますよ。はい、じゃじゃん、ソロリストバンド、じゃーん、反抗してある。ソロ入りのね、メンバーカラーですので。なんかちょっと懐かしい感じするな。懐かしい感じするか分かんないけど。かわいい。いい感じだね。あ、次は？そして次。こぶしファクトリーマイクロファイバータオル、じゃーん、じゃーん、なんとみんなが持ってるこのグーちゃん、ゴールデングーちゃんです。キラキラー、いつもより光ってる。目力、特別バージョン。みんな可愛い、みんな可愛い、みんな可愛い、いい写真使われてます。いい写真使われてます。こういうのって普通にいい感じよ。いいね、可愛い、いいやん。そしてこぶしファクトリーヒストリカルパーカーです。またグーちゃん一番欲しい。やっぱりこれはでもグーちゃん、グーちゃんも可愛いけど、やっぱ後ろですよ。全員が後ろだから、後ろに今までのツアーのロゴが配置されておりまして、配置されてるの。そう、こぶしファクトリーの歴史を振り返るパーカーになっております。すごい、見てこれかっこよくない？一番かっこいいとか最後なんだけど、反抗してある。いや、すごいね、いいね。なんかツアーって T シャツ着たんですよ、私たち、うん、最後にいつも。だからなんか、あ、懐かしい、こんなのもあったね。めっちゃ懐かしいわ。ね、ベリーズさんを合わせるような。ねえ、ベリーズさん、ファクトリーですから、ファクトリーですから、いいよ。こちらもですね、サイズは M、L、XL 結構ね、ぴったりで、ね、そうなんですよ、このぐらいのね、うん、だけど L でかもしれない。 L いいの、かわいい。ねえ、かわいい。このパーカーめっちゃいい。これめっちゃグーちゃん推しですから、私のほうが。これもグーちゃん。はい、これもグーちゃん。これはグーちゃんですよ。グーちゃんです。ね、あのこのね、マイクロファイバータオルとかは貴重ですので。貴重だよ、貴重だよ。だって最後で5人で写る写真だよ、これ。そうだよ、ね、こちらのグッズとか、まあ、他にもあるけど、うん、他にもあります。このグッズは3月30日から販売開始ということで、ファイとしてね、ちゃんと持っておいてほしいですね。そうだよ、私も持ってますよ、一生。え、ほんとに？まあね、本当にいい思い出にもなりますし、もう本当に拳でこうやってグッズ出すのも最後ですから。そうですよ、最後だね、最後なので、もう全力で、あの解散の日に販売開始なので、全力でダッシュとかみたいな感じで頑張ってね、皆さん売り切れる前にちゃんとゲットできることに乗ってますので、これ以外にもグッズあるみたいなんで、チェックしてみてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、こぶしファクトリーでした。バイバーイ。